さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかです。実は私はどこにいるかっていうと、東京に来ました。チェジュから出発して、で、プサン経由で東京に着いたんですけども、それも全部ね、取ろうと思ったんだけど荷物が多すぎて、パソコンとか持ってきてたので、カメラをね、こう撮りながら歩くっていうのがね、すごい難しくてできませんでしたっていう言い訳です。なので、まあ撮れなかった分、こっちで滞在してる時の動画っていうのはこまめに撮っていこうと思います。で、あまり多分バタバタでね、編集に時間がかけられないと思うので、東京ブログは多分かなり編集としては雑ですけどもリアルな動画になると思います。まあなんでやってきたかっていうと、私の所属しているウームさんのリールのメンバーとの、ミーティングがあったので、それで東京にやってまいりました。でね、全然話変わるんですけど、プサンから東京っていうのは私 LCC の飛行機で、チェジュ航空だったかな、それでやってきたんですけど、そしたらね、成田空港に着いた時も私見たことない感じの雰囲気で、今度どこだろうって思ったら、多分第3ターミナルっていうのができたのかな。で、成田空港から東京駅までの格安のバスがあるっていうのは知ってたんですけども、それの乗り場がめちゃめちゃ近かったんですよ。なので、プサン東京のチェジュ航空おすすめだなってすごい思いました。なんかね、下に下がったらね、すぐバス乗り場があって、で、バスのチケットもすぐ買えたし、なんと値段は1000円なの。今まで成田エクスプレスとか使ってて5000円ぐらいかかってたと思ったんですね、私。で、片道5000円とかだった気がするんだけど、バスだとね、1000円なのね。すごくないですか。で、時間はだいたい1時間半ぐらい見ておくといいと思います。1時間ぐらいなんだけど、なんか結局渋滞しちゃって、1時間半とかそのぐらいになると思う。今日の予定は、まあ私のお姉ちゃんと一緒にご飯を食べに行こうかなと思ってます。あとちょっと体が、そう、なんでこんな体がだるいかというと、スーツケースにさ、荷物を入れてたんですね。で、なんか出発した時からスーツケースのこう歩いてこう転がす時の音が変だったの。なんでこんなにブルブルしてるの。お兄ちゃんが写真を大量に送ってきてる。で、なんかガラ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 ってすごい変な音がしたので、しかもいつもよりそこまで荷物がまあいっぱい入ってるって言っても服とかが多いので、そんなに重さはないはずなのに、すごい重く感じたんですね。で、なんか変だな、なんか変だなと思ってて、で、見たら下の車輪が故障してて、だからほぼ車輪なしで私引きずってたんだと思って、それはそれですごいことなんですけど、それで姉の家まで結構駅から距離があって、途中まで空港も頑張って、東京駅も頑張って来て乗り換えてっていうのを頑張って終えて、で、なんか歩くたびにすごい人から見られて、うるさいからね、で、何かなとか思ってて、で、その結局姉の家に行く道で私はギブアップをして、なんかすごいこの腕がすごく痛くなっちゃって、なのでギブアップして、タクシーがたまたま来てくれたので、すごく親切なタクシーのおじさんに送ってもらいました。ありがとうございましたっていう感じで無事到着しました。まあ朝出てきて、そうだね、午後ぐらいに着いたので、まあまあかなと思ってます。で、これから何日かいろいろおしゃれなカフェとか、まあいろいろ行ってみようと思うので、おすすめできるようなカフェとか、あと商品とかいろいろあったらご紹介したいと思います。ではこんな感じのちょっとざっくりなブログになりました。もっと今度は東京をお見せしますね。それではバイバーイ、アンニョン。